ノルベルタ・ホン・ウント・ツー・リヒテンシュタインは、リヒテンシュタイン校、ハンス・アダム・ニセイの妹、マリーニョ公爵夫人。1984年以降、国際オリンピック委員会委員を務めている。リヒテンシュタイン校、フランツ・ヨーゼフ・ニセイとその妻のゲオルギーナ・コーヒーの、間の、第4子、長女として生まれた。ジュネーブ大学の国際開発高等研究所、大学院で学んだ。 大学院を卒業後、ワシントン DC の世界銀行やロンドンの国際環境開発研究所で働いた。発展途上国への開発援助計画やカトリック、教会関係施設の活動に関わっているほか、ガールスカウト活動とも密接な関係を持ち、1973年から1989年まで、スカウトリヒテンシュタイン連盟所属のチーフスカウトを務めた。 スキューバダイビング、スキー、水泳など多様なスポーツに堪能で、1982年から1992年まで、リヒテンシュタインオリンピック委員会会長を務めた。1984年からは、国際オリンピック委員会の委員に名を連ねた。障害者スポーツの振興にも尽力しているほか、リヒテンシュタイン国内のスポーツ関係の事業でも、指導的な役割を果たしている。 1988年6月11日にファドゥーツのファドゥーツ大聖堂においてスペイン貴族の第4代マリーニョ公爵ビゼンテサルトリウスイカベザデバカと結婚し間に娘を一人設けた。ありがとうございます。